攻撃陣3人、5守備陣4、4人の配置を取る意味を知りたいです。絶対じゃないんですけど、それやってるチームうまくいくのは、えー、ディフェンスラインでボール回す時の横幅が、4だと多すぎてサイドに広がりすぎて、プレスのはめどこになるし、4でもね、縮まればいいけど、縮まるってなかなかできないから。で、3だと、外が経路、ディフェンスラインでボール回すときに、ポジションがバランスよくなりやすくて、 で、ダブルボランチが前プレーかけらんないように相手のファーストプレスの後ろに立ちやすくて、で、ボランチの前にいる5人がちゃんと後ろからボール出すときの攻撃の選択肢を増やしてくれるからですね。で、守備時4-4-2っていうのは、これはもうあれですね、あの、めちゃくちゃ走んないやつとかがいない限りの話なんですけど、前プレイがかかりやすくて、後ろに人数がちゃんといるから。 そう守備で抑えるべきところを抑えやすいっていう、だから全員がちゃんと動いた場合の話になりますね。だから、強豪チームがこの守備するチーム多いのは、そういうところありません、ね。あと、カウンターの時に5、4、1だと、あの、前に人数少なくなったりとか、5、3、2だとアーリークロス入れられやすいとか、だからその弱点をねあの、きちんと選手たち全員が動けば、あの、抑えやすくて、なおかつカウンターもできるシステムになりますね。